ズームイン上部。この動画は子どもたちに大人のお仕事を紹介していきます。今日のゲストは救命救急医の桜井正嗣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。救命救急医とはどんなお仕事ですか？救命救急医のお仕事は、お腹が痛くなったり病気になったりですね、あとは外で転んで怪我をしたり、する人を、見るお仕事です。お医者さんの中でも、特に救急車で運ばれてくる方を、主に診察したりとか、治療したりすることが、中心になっているお仕事です。救命救急医として、これからどのような活動をしていきたいと思っていますか？まずは重症な患者さんを一人でも多く助けてあげたいっていうのがあるんですけども、今社会で世界で流行ってる、病気もあると思うんですけど、例えばコロナウイルスの感染症で言えば重症になった人を治療するっていうのと、予防っていうのがすごく大切なんですね。例えば交通事故とか、そういったことに関しても車の機能が向上したりとか、あとは交通ルールを守ることによって重症になる人っていうのを助けることができます。なので僕がこれからやっていきたいって思っていることに関しては、治療するだけじゃなくてそういった予防に対する啓発の活動とか予防の大切さっていうのを、世間に伝えていきたいと思ってます。子どもたちに一言お願いいたします。はい、今世界ではコロナウイルスっていう感染症がすごく流行ってるので、まず皆さんにお願いしたいことは、家に帰ったら手洗いをする、あとはご飯食べたりする前も手洗いをしたりですね、こまめに手洗いと、あとできればうがいをしたりするっていうことが大切、すごい世界もそうですし、日本もちょっと暗いイメージになってると思うんですけど、好きな言葉に、明けない夜はないとかね、止まない雨はないなんていうことがあるんですけど、どんなに辛い状況でもですね、絶対にいつか、晴れる日が来るし、朝が来る、これから嫌なこととか暗いこととかって絶対成長していく間とか生活してるうちでも起こると思うんですね。だけどそういったことでもいつか絶対明るい日が来るし、いつか絶対ためになる日が来るんで、嫌なこととか、何かあったとしても変に落ち込まないで、元気にしてればいつかいい日が来ると思ってます。あとは具合が悪くなったらすぐ先生とか僕ら含めたお医者さんにいつでも相談してください。